東京商工会議所の三村明夫会頭が今日東京オリンピック・パラリンピックの会場となる東京港周辺を船から視察し、2020年に向けた整備が順調に進んでいると評価しました。東京商工会議所の視察は、2020年に向けて整備が進む東京港や周辺のオリンピック会場予定地の現状を把握することが狙いです。三村会頭らは、オリンピックの選手村や競技予定地のほか、世界最大級のクルーズ船も寄港できるようになる新たな客船埠頭など、各施設の整備状況を船から視察しました。2020年ということが一つのターゲットで、日本人がですね、こういうそのターゲットが具体的にあって、みんながそのことをよく認識してて、したがってこれがうまくいかないはずはないと。三村会頭は視察後、2020年までの完成を目指す臨海部の整備が計画通り順調に進んでいると評価していました。